吉田さん、YouTube のアップロード本数は今ね、1万6000本ぐらいですね。で、これに非公開が5000本ぐらいあるっていう計算なんで、まあでも、ね、非公開は公開に多分しないと思いますんで、これはちょっとカウントから外して、今、1万5900数十本なんで、およそ1万6000本になります。毎週毎週 FX の限定講座は週に1回限定を取りますんで、だいたい10本ずつ非公開が公開に変わっていくっていう段取りがありますんで、まあ今年中に1万6000は悠々超えて1万7000がいかないぐらいかなと思いますよね。吉田さんも1万7000本数ヶ月前だったんですかね、言ってたんで、だから何ヶ月か遅れて追いかけてるような感じですね。まあなんとかね、10万本になるぐらいの時には肩を並べたいなと思ってますけども、いやーそうですね、このネット活動をブログを量産するとか、まあ YouTube を量産するとかっていうのは、多分プロ野球の選手で言ったら素振りをしてるようなもんなんでしょうね、きっとね。だから動画を1日に20本30本アップロードする、これはプロの選手が毎日素振りを500本するのと多分イコールだと思うんですよ。プロの選手で500本素振りしない人はいないみたいなね。その500本の素振りを400本にしてもプロになれないし、毎日の素振りを週に5回とか6回にしてもプロにはなれないしっていうのはボーダーラインが引かれてるんじゃないですかね。同じように YouTube を毎日毎日量産すれば必ずしもなんとかなるってことはないけども、でも YouTube のアップロード本数が圧倒的に少ない人が、これがうまくいくことはこれまたないんだろうなと思いますよね。やっぱり YouTube を撮影するってことは作業の段取りの関係もあるし、それから自分のアナリティクスも分析する量が増えますしね。であとはやっぱりトークの量が増えたりとか、ネタ探しのセンスっていうの出てきますよね。そう考えると基本的には量やらないと勝負にならないってことだと思うんですよ。もちろんね、有名 YouTuber さんみたいに100万人とかね、登録者数200万人とかいる方みたいに、やれば何でも当たるみたいな質のいい情報発信ができる方はすごいと思いますけども、私たちは少なくともそういう特殊技能がないからお金に困ってるし、仕事に行き詰まってるわけですよね。だから一発長打っていうのはないと思いながら、でも、バントとかね、それからシングルヒットとかデッドボールとか、こういうのは狙っていけると思うんで、しっかりと作業していきたいなと思いますよね。はい、それが億万長者への道だと思います。いってらっしゃい。